佐藤健、永野芽郁が出演の半分青いが3週連続首位 FOD 週間ランキング。フジテレビが運営する動画配信サービス FOD の週間ランキングが発表された FOD プレミアム部門では、永野芽郁がヒロインを務め、佐藤健が出演した連続テレビ小説半分青いが3週連続で首位を獲得しただそうなんですけど、 FOD ってフジテレビオンデマンドってことなんですか、もしかして。そうなるとそこで NHK の半分青いが首位ってことなんですか。これすごくないですか。逆に同作は脚本家北川恵理子のオリジナル作品で、故郷である岐阜と東京を舞台に、小学生の時に片耳を失調するも天真爛漫な性格で失敗を恐れないヒロインが、高度成長期の終わりから現代まで七転び八起きで駆け抜け、やがて一大発明を成し遂げる物語が描かれた、ヒロインを永野芽郁で、同じ日に同じ病院で生まれた幼馴染萩尾律を佐藤健が演じ、東海市が演じて売れっ子少女漫画家秋風羽織っていうんですかのキャラクターも当時大きな話題だった。FOD では現在連続テレビ小説は同作のほか、松下直樹のゲゲゲの女房、鉄板吉根京べっぴんさん、井上真央主演のお日様が始まる。連続テレビ小説はそれなりに配信はしてるんですね、 FOD でもね。また6月21日放送を開始した春が主演を務めるゲックドラマナイトドクターが、見逃し配信部門で1位、 FOD プレミア部門で4位にランクインしている。これだから無料のやつは多分フジテレビ系列ってことですかね、多分 FOD 配信の順位って1位ナイトドクター、2位マッチャンネル、3位突然ですが占ってもいいですか、4位アンサングシンデレラ、5位松本人志の酒のつもみになる話、5位隣の家族は青く見える、7位絶対0度、8位も絶対0度、9位千鳥の癖がすごいネタグランプリ、10位恋愛漫画。これ多分フジテレビってことですよね、きっとね。で、SOD のプレミアムってのが、これはお金取るやつかな。で、1位が半分は多い。2位、大豆田と、大豆田とわ子と3人の元と、3位、1系のカラス、4位、ナイトドクター。あ、まあ、ここら辺はあれだな。富士か。5位、世にも奇妙。これも富士か、世にも奇妙は。6位、古畑任三郎。これもあれかな。富士かな。7位、コンフェデスマン JP。8位、古畑任三郎。9位ふるさとに行ったけど、10位ドラゴンボール。ああ、そうなるとフジテレビ以外は珍しいんですかね、たけるくんのやつはね。よっぽど人気があるってことですね。なるほど、すごいじゃないですか。やっぱりね、今たけるくんノリに乗ってると思いますよ。それはこれだけ数字持ってるというか、見たい人が多いんでしょうからね。流浪にしてもそうだし、新しい主演ドラマがあるみたいな噂もありますしね。すごいですということで、僕は買いましたよ、これ。新作ですよね。香り広がるミルクコーヒー、ハーゲンダッツですよ。クリスピーサンド。行ってみましょうかね。じゃあ、行かせていただきます、これ。あ、変わらずうまい。ああ。コーヒーですね。うまいな。完全にコーヒーですよ。このハーゲンダッツのね、クリスピーサンドシリーズも毎回何出るか楽しみですけどね、今回は今回でまた全然違った感じです。なんだろうな、まあ相変わらずこのハーゲンダッツは濃厚なんですけど、今までよりはちょっと後味がね軽い感じかな、濃厚かつ後味が少しすっきりするという感じですよ。美味しいです。いやー、また
楽しみにしております。たけるくんの活躍を常にチェックして、楽しみにしてるという感じですかね。では